ろそろ暑くなってまいりました。今年は多分暑くなるので、スポットクーラー改良したいと思います。というのはでかいです。この2リッターの保冷剤、これ4本分計8リッター入るサイズで作ったんですけど、使えるんですけど結局一晩しか使えないしね、もうちょっとコンパクトにできないかと思って考えてました。でかいんですよ、邪魔なんですよ。そこで計8リットルから4リッター1本に変えようと思ってます。2リッター2本にしてもいいんですけど、多分時間が短くなるんですよ、継続時間が。2リッターから4リッターにして1本にすればコンパクトにできるんじゃないかなと思ってます。これはです。嘘です。
暑いです、テストをしたいと思います。本来は寝るときに使うので夜はやった方がいいんですが、まだちょっとそこまで夜暑くはなってないので。お昼です。ただいま車内は 29.3 度。持ってきました。まぶた取ります。保冷剤をこの中に入れて3時間ぐらい車の中に放置しておきました。テストをしたいと思います。スイッチオン。窓だけちょっと開いてますが、この状態で車内にいるのはきつい状態になっております。涼しいです。吹き出し口の上に今温度計をセットしてみました。現在は 29.3。 今つけたばっかりなので。約1時間経過いたしました。外気温は24度、車内は31度。車に日光が当たっているので厳しい状況ではありますが、この冷たい風に当たっていれば耐えられる、そんな状況でございます。吹き出し口付近は 28.5 度。2時間経過いたしました。外気温は25度、車内は 29.3 度。ちょっと日差しが和らいできましたので、状況が良くなっております。吹き出し口付近は 26.3 度。約5時間ほど経ちました。車内は27、吹き出し口付近が24。モバイルバッテリー、これ 2% って出てますけど、7が消えてるんで、実際は 72% でございます。自家製の保冷剤も若干ですが、まだ冷たいです。芯のあたりがまだ凍ってます。ということは、5時間ぐらいは使えるんじゃないでしょうか。日が当たらない夜間なら問題ない感じですね。今回は成功だったんじゃないでしょうか。まあ実際の車中泊では使ってないので、何とも言えませんが。今日のところはこんな感じです。ありがとうございました。